はい、というわけで始まりました Lecture of the Human Beatbox、かなり久々の、ヒューマンビートボックス講座になりますが、今回はですね、ヒカキンさんのスーパーマリオのビートボックスを、僕なりに解説してみようと思います。1曲完成させていきたいと思うので、まあ3部構成くらいで動画を作っていきたいと思います。ということで、第1週目は、まあ3つに区切ったうちの1つ、最初の部分から土管に入るまでの部分をやってみたいと思います。まあヒカキンさんのネタをこう元ネタとして、まあ自分なりにというか、こうしたらヒカキンさんのマリオっぽくできる感じのビートをやっていきたいと思います。最初はですね、エフェクターから始まります。で、最初のマリオの始まりの音をやります。はい、これでまず最初の部分完成ですね。そして、使う音は基本的に4つです。鼻歌、ハミングビート、そしてバスドラム、そして、ハイハット、下打ちに近い方の音ですね。そしてスネア、この4つで、最初の、3分の1の部分が完成します。まあちょっとやってみるとこんな感じになります。ここまでです。ではですね、鼻歌を抜いたビートだけのバージョンをゆっくり、やってみたいと思います。まあ大体こんな感じでやると、なりますよっていうものなので、どんどんアレンジしていただいて構いません。これはあくまでも僕のやり方です。ではゆっくり鼻歌なしのバージョンでいきたいと思います。なりますね。このビートの上から鼻歌をっていう感じで、乗っけていくと、スーパーマリオの曲がちょっと完成してくると思います。では次は、鼻歌とビートを混ぜたやつを、ゆっくりとやっていきたいと思います。スーパーマリオの前半3分の1部分は、こんな感じで練習してみてください。次週、来週の水曜日、第2弾、土管に入ってからの、こう地下のマリオでいう地下の音を、
レクチャーしてみたいと思います。では、皆さんスーパーマリオのビートボックスをぜひトライしてみてください。ということで今回の Lecture of the Human Beatbox はこの辺で失礼したいと思います。Thank you for watching my video.